こちらの家もですね、すべての柱が大きく傾いているのが分かります。家全体がこう右側に傾いていて、で、こういうご自宅多いんですけれども、今倒れないようにこういう使い棒をしてですね、この家が倒れて、例えば隣の家に被害が及ぶと、あるいは道路側に被害が及ぶということを防ぐ、そういうような工夫が今あちらこちらの家でされています。設置どのぐらい時間かかったんですか？これは4日間かかってますね。こんだけのものを作るのは大変だと思うんですけれども、資機材とかどういうふうにされたんですか？高山から運んできたものと、あと購入したものと、あとこのテントはこの地元のテントを使わせてもらってます。ですからテントがですね、そのお地元によってサイズが違うので、ちょっとレイアウトが変わってきますね。この公民館は、どのぐらいの人たちが、いて、どのぐらいの人たちがこう利用することになるんですか？今現在でこの公民館と、あとこの周辺の3つのところと合わせて196人だというふうに聞いてますので、結構多くの方が入られるんじゃないかなということは思いますね。やっぱり自衛隊のお風呂行けてない方もあるようですので。やっぱりそれは交通の便とかそういうことですか？交通の便と、あと待ち時間が最初長かったっていう話は聞いてます。それと、車が、下敷きになってしまって車が使えないとか、であとどうしても歩きしか、車がないのと一緒ですけど、歩きしかないということで行けてない方もありますね。ここのお水、はどういうふうにされてるんですか？ここのお水はですね、門前の、浄水場から給水車を使って、運んでます。運んでタンクに入れて、そこからポンプで、入れるっていう形にしてますね。今後、この運営はどういうふうにされていく予定ですか？この運営については、ここの公民館避難所でそれを運営をやっていくということですので、ですからその給水車についても V ネットの方で仕立てて、でそれをお渡しして、で、あと全般的に運営をやっていただく予定になってます。それはですね、やっぱり被災された方が、自分たちはそのやってもらう側の立場だけだっていうよりも、少しだけ参加できる範囲で、無理のない範囲で少しだけ参加していただいた方がやっぱりいいかなっていうことを僕らは常に思っているものですから、それでそういった形をお勧めしています。こちらは輪島市門前町の浄水場です。ここからですね、この下に大きなタンクがあって、この上のですね、ダムから水が溜まってきて、その水をですね、今 V ネットさんのこちら給水車に給水してます。実はですね、これ今2つポンプがあって、向こうが故障していてですね、この1本でしか給水できないんですね。で、この給水車3トンぐらいの水を貯めようとしてますが、1時間近くもかかるという状態だそうです。で、あちらに自衛隊の給水車も見えると思うんですけれども、いろんな給水車がこの浄水場にやってきてます。僕らはここに来ただけでも、埼玉からの
支援の給水車だったり、千葉からの支援の給水車だったり、いろんな給水車が来てます。というのはここの浄水場の水、このたった1本の今ホースの水をこの門前町のですね、全ての避難所に配って、そこで生活用水あるいはきれいにして飲み水にしたりですね、そういう形で使ってるんですね。でさらに自衛隊もこの水を使ってるということで、あの今まあ生活にお水が必要、浄水がないんで必要なんですけど、この1本の水しかないという状態だそうです。水の問題はあのすぐにでも何とかしないといけない問題だろうと思われます。お風呂もね、ようやくこうやって完成して、はい、であの少し生活の環境が改善していくと思うんですね、はい、いやあの大変あの嬉しく思ってます。皆さんも期待してるんじゃないかと思ってます。はい、お風呂ね、最初はちょっと暑いかなと思ったんですけど、あのちょっと下からかき回したらちょうどいい感じになって、でシャワーの水だけ出してその水当てながら入ったんですよ。そしたらもうバッチリバッチリで、頭ももう最初に風呂桶にあって洗って、でもう綺麗やからね、うん、で洗って、でもうお湯の中3回ジャボーンですからもう体ほっかほか。あの こっち門前の方言で陣伸びっちゅうんですわ。何ですか陣伸び。陣伸び、うん、陣伸びなーっつうんですわ。気持ちよくゆっくりできたことを陣伸びっちゅうんだもん。お風呂いかがでしたか？とてもゆっくり入れました。温まりました、うん、ありがとうございます。器もある程度大きいしゆったりと入れるし、ね、大変良かったと思います、はい、近くにあれば本当に助かります。どうでしたお風呂？もう最高ですねありがとうございます。顔こんなになってます、はい、いや最高です